はい、どうもクミツーです。ケイデンスオブハイラルの続きやっていきたいと思います。で、今いるのが、ここですね、左の上の方なんですけど、まあ、前回見つけたんだよっつって、すごいなんか建物に見つけちゃったんだっていうお話したんですけど、そこに向かいたいと思います。多分ここら辺は動画に映したんじゃないかなと。ここも多分映ってた動画に。こいつがな、解放して倒せるのかって感じだけど、やってみるか。このくらい、あー、そう、どかしてやったのに、解放してやったの。おお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 、あ、やったやった。この槍がね、結構使えるんでしょうね。今みたいに隣に行かなくても倒せるので、よかった。あいつはね、一マス範囲全部にやる。あの、なんだっけ、ハンマー、チェーンハンマーか、チェーンハンマーみたいなの使ってたんですけど、遠くからやればいいんだよ。そうなんです、そうなんです。はい、これはもう取って、ボーナス分の支配、なんか結構どっちがいいのかなとか思うけど、消耗しているからね、だいぶ。これはこのままいきましょう。で、次ですよ。皆さん覚悟いいっすか。飲みます、水をじゃあ行きますよ、行きます。ほら見て、これやばくない、何これって感じしない。まあまあまあ、まずは敵を倒すか。はい、ヘイ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 ホイ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 。あ、しかもコッコちゃんもいる。コッコちゃんがいるときは割となんかあるとこだから、ヘイヘイホイはいはい。ほらね、楽勝なんだよ、この槍があるだけで。そうそう、これがスピアで、こっちがソードでしょ。だから矢がどっかに入るでしょ。あと2つは何だろう、他の2つは。で、シーカー族のこれがね、旗がシーカー族なので、なんか研究してる人とかいるのかな。最初見た時は敵のダンジョン、やっと中ボスみたいなやつに会えるのかなって思ったんだけど、この目怖いじゃん、上についてるのだけどこの旗的にシーカー族っぽいんで、味方のなんか建物で道具くれるとかじゃないかなとかって思ってるんだけど、今はどうかな。え、あー、気のせいよ、すいません順番が違った、すまぬ。あ、あ、だ、妖精さんだじゃないや、このなんだっけ、巫女、復活の巫女じゃないけど色違いの巫女さんが、ようこそ選ばれし者、来るのは分かっていました。ジュールピーであなたの運命を予言してあげましょうか。なるほど、占いの館的なところか。はあ、で、薬もあるね。左が赤い薬と右が魔力かな。魔力の緑の薬って感じだけど、そうか、占いか。占い屋さんっていうのはね、結構他のシリーズでもありますけど、でもせっかくだから、あ、空き瓶ね、はいはい、ちょっと占ってみようかな。うん、え、薬を購入するかどうか未来を当ててみせましょう自分、若いんじゃん、だって今空き瓶持ってないですよ僕まあ聞いてみますか。空き瓶とルピーさえあれば購入する未来が見えます当たり障りのないこと言いやがって、占い師の手口これだからねまあでも私信じちゃうタイプだけど、いいことは信じちゃう、でも悪いことも信じちゃう。じゃあ信じてるやないかーい。はい、あ、ケイデンスというものに出会いましたか。彼女はこの世界のものではありませんが。あ、そうそうそう、私さ、ちょくちょくこうなんか突っ込まなきゃいけないところを突っ込み忘れるっていう、実況者として一番やってはいけないことをやってしまったんですけど、この前もリュウト楽器くれたじゃないですか。でもあれって敵がさ、王様に使ってたわけじゃん。なんで持ってるのって話だよね。で、トライフォースもなんで持ってるのって話だし、なんか一番最初に思ったのは、なんか二重人格でなんかケイデンスちゃんの悪の分身ができちゃって、それを止めに来たっていうね、異世界に、かとも思ったが、髪型がそこまで似てるかって言われると似てないしなって感じだから、やっぱ
まあ、あの悪い人と何かしらの関係があってっていうことしか今は考えられないよね。ただあの楽器って2個あるんだみたいな感じだけど、はい、私たちの未来に重要な役割になってくるでしょう。あ、役割を担ってるで、なにゃにゃにゃ、役割を担っているでしょう。あ、断っちゃったからダメ。一回入り直してみるか。頼みます。ちゃんとちょっと占ってもらっていいですか。どこに行けばいいか教えてほしいな。うん、お願いします。怖い。目がどうした。目開くとあんな目になるの超怖いじゃん。なんか普段は閉じてるんだね。よくね、例えばのび太くんとかまるちゃんの丸尾くんとかね、メガネを外すとそんな目だったのみたいなあるけど、目開くとそんな目だったのってパティーンだわ。止まった風車が見える。再び風車を動かすのがそなたの運命です。地図にマークを追加しておきました。ありがとう。何、風車まだ見てないな。風車全然ピンとこねえなそこ、なんか行けそうだけど行けない。どうだろう、何があんのかな。じゃあフワップじゃない。なるほど。オクターブが私の勇気の糸を盗み、不思議なリュートを作ってしまいました。なるほど、早くそれ教えてくれよ。さっきの薄っぺらい考察がなんとなく分かってきたね。そうか、もともとケイデンスちゃんのものが本物があって、だけどオクターブが勇気の糸盗んで作ったんだ。いやー、あー、緑色、そうか、勇気の、そうか、前に名前出したけど、ディーン・フロル・ネールっていうね、女神様がいて、おそらく勇気のフロールさんが緑色だったと思うんですよね。だから赤と青の人もいるんじゃないかなと予想その未来を見ていれば止められたんじゃないかって。私たちの仕事は運命を変えることはできないんですよ。変えることではないんですよ。何、かっこいいこと言う。そうか、いやでも分かったならさ、すごいとこに糸しまっとけばよかったんじゃないかみたいな。あ、編み物してるんだ。ごめん、分かってなかった全然。なんかスカート履いてて、よくさね、あの、それこそ何、神話に出てくる巫女さんみたいな、背中からこうリボンがフラ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 じゃない、ヒラヒラしてるような衣装なのかなって思ったら、編み物してた。あーらら、あーらららら。じゃあ風車行ってみるか。あ、ちゃんとびっくりマークが地図に出るようになってるね。見やすい地図というかこの画面に。ただなんですけど、私こうカットしちゃったところとかね、ここら辺やっぱね、だんだんなんか敵が強くなってるというか、でも人によってはこっちから攻略するかもしれないから、私のマップはってことなのかもしんないけど、見たことない敵とかね結構いたんですよ。あ、で、そうそう、見せたい敵がいたわ。こっち見て、ここにもシーカーストーンあるんですけど、それよりもあの一つ目のでかい敵はヒノックスでしょ、あいつ。あ、でもいけないなんだ、いけないんだ。みんなに見せるときに行こうと思ったらいけなかった、そもそも。あれ、味方殺してますけど、ヒノックスさん。あ、自分も倒れない。あ、自分も倒れればいいのに。あ、でもダメ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 、倒れちゃったら私でも拾いに行けないから、ルピーとかちょっと頭は弱いようですねブレスオブザワイルでもお世話になったけど、おそらくヒノックスさんで合ってるんじゃないかと。じゃあ上から回っていくかな。ここは多いだけで倒せそうなんで、やっちゃいますよ僕。はい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 、オッケー。ここか、しょうがない。
少ない時で攻撃アップ。オッケー。じゃあこっち行くか。なんか初めて見る床だな。ほら来た、ほら来た、モリブリ。ここは火山系か、火山系になってくるのか。うん、嫌いなんだよなあの森ブリ一回会ってるんですよ、私初見じゃないんですけど。こいつは槍みたいなね、スピアみたいな持ってるんですけど、同じような性能ではなく投げてくるんですよね。だから自分がどこにいようと投げてくるので、結局はまあ接近戦に持ってった方がいい。はい、というわけで私はやりません。ほらほら投げてきた、投げてきた。で投げたやつを取りに来るんで投げたやつは壊しちゃうんだ。こうやって壊しちゃえばいいってことなんですね。あとはこのアモス、そう投げちゃった。あ、そう、これは動かないタイプか。じゃあ上に行っちゃって、この何、この網、この網は、あ、はいはい、 OK。 あ、終わった。アモスはいないみたい。この銅像動くやつはアモスっていうやつですけど、あ、2個目だ。はい、オッケー、ハードの卓球だ。いいかな。じゃあここの、あ、間違えた、ここのここのやつは逆になっちゃう。オッケー、いいかな。へえ、なんか2箇所行けるとこがある。3箇所だ。でも大丈夫そう。ここも、あ、なんかドクロの敵のアジトみたいのあるよ。サクッと倒しちゃいましょう。はい、投げたね。豚は怖くないんで、武器持ってないからはい、何にもない、降りただけだ。こいつ、よし、 OK。 うわ、入る。これもあんまり意味がないやつだったか。緊張するな。割とルピーも溜まってきて、あ、そういえばそうだ、報告するの忘れてた。もう一個、お金が貯まってたのでシュノーケルも買っときましたこうやって消えなさそうなアイテムは他に買えそうなものは、なかったかなと思うんだけど、行ってみます。あ、ダンジョンだ。今の私ならいけるかな。どこのさ、地下も私ね、見ただけでクリアしてなかったんで、そろそろ行ってみてもいいかなって思うよね。はいはいはい。なんか、なんだこれ、ん、なんだ、浮いてるだけ。そっか、色が若干違うのか、取れないのは怖いな。あ、ギフとかミイラ男か分かんないけど、あんま動かないから楽だなこいつは。あ、いや、強い強い、何これ強い。え、待って待って待って、あ、武器あるよね。なん、あ、あ、あ、なんだこいつ、もう嫌な、嫌な、やばいやばいやばいこうやって聞いたよね。本当はお尻だけしか食らわないとかだった気するけど、こいつ頭でも食らえそうな感じ。あ、でも、で、で、逃げろ逃げろ、はい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 、ドゥドゥドゥ、ダンジョンの音楽が、はい、いけそういけそう。ウォーム、ウォードラム、え、ウォードラムを手に入れた。ウォームだかって名前だったかもっていうか、そういえばウォードラムって何。なんかさ、神器、神器じゃない、そういう楽器集めろって言ったのとは別、こんな簡単に手に入るわけないよね。あ、1ビートを飛ばして次のビートで攻撃がパワーアップ。そうだよね、さすがに、さすがに集める楽器ではないよね超びっくりしちゃったもんだって。そんなはずはないよね、中ボスっていうかすごい演出入るはずだもの。んー、攻撃力アップ、使っても壊れないよねこういうのって。どうなんだろう、オープニーあ、防御の指輪手に入れた。これは動くやつでは、あ、動くやつあった。ちょっとちょっとちょっと、十字キーで操作するの忘れてた。でもなんか意外といけなくもないかな。あ、
こいつは大丈夫か。あれなんかやっぱ武器が強いの手に、あばばばばばおごりが出た、おごりが出た。ただハートがちょっとな、心もとなくなっちゃったな。向こうに行く感じか、怖いな。ただ棒ハート少ないんで攻撃力アップしてる。いやもう行けるとこないな。ん、行けるとこないよね。私が気づいてないだけじゃないな。あ、じゃあここはウォードラムが手に入る神殿だったってことでいいのかな。あいつが住んでたとこ、うん、良さそう。あ、やった、初めてやれたかも。この調子でまたハートちょっと回復したいけど、まあ、かかりこの墓地はなんか絶対もうちょっとあると思うんだけど、よく見る洞窟的なところはいけるかもね。あ、ここを右にもっと行けばいいんだ。ハート回復したいな。ハート回復していきますね。ちょっと怖いんだ。さあ、ハート満タンにして戻ってきましたが、ていうか別に無視して行っちゃってもいいんだよな。対して、おー、欲しいアイテムとか宝箱なさそうだし、ここも、うん、目星ものはなさそう。あばばばばば、やられた。なので、まあ見知った敵ばっかりだったら、飛ばしますよ。ちょっと動画の、私実況動画のそういうテンプ気にするんで。あ、なにここ、なんか公園みたいなのがまたあるな。またでもハイラル城の近くなので裏庭というかそういう公園なのかな。うんうん、あ、もう失敗した。失敗した。はい、あ、ウィンドミル、あー読めなかった。ん、風車小屋、風車小屋ってとこだ。はらこんな大層なお屋敷が、あれ、あ、私なんか火山があるのとか、あれ、私が思ってたマップは不思議の帽子か、あれ、なんかもうごちゃごちゃになってきちゃった。あれ、不思議の帽子が雲の上があったとこだったっけ。あれ、かかりこ、風車小屋、お気軽ぐぐりょうりょうりょう、お気軽にどうぞ。嘘、かかりこ村の風車小屋なのこれ。へえ、じゃあ、ま、待って、もしかしてあの曲が聴けたりしない。ごめんごめん、ちょっと興奮して水飲んでた。時のオカリナのかかりこ村にも風車小屋ってあったんですけど、そのね曲って結構みんな好きだったりしません。ね、時のオカリナで何個かこう、あ、この曲いいよね、この曲いいよねってみんな何個かあげれるのあると思うんですけど、ベスト5には入ってくるよね、おそらく。行ってみます。うわー、ちょっとやばいな、汗が汗がかくな。行きます。今はそんな聞こえてないもんね、曲。ちっちゃくてあんまりよくわかんないけど、いきます。ん、あっ、テレドン、テンテンテテテンテンテン、これですよ、これだ。来た、こういう、いいね、やばい、あー暑いな。完全に部屋の気温が1度2度ぐらい上昇したわ、私の部屋。ただあのおっさんはいないな、動いてないね。確かに木箱が今は押して動かすことはできるんですが、うまくやって階段登る感じかな。なんだこれは、
はい、今の見た音楽と同じタイミングで床の音符が光ったね。同じ音を再現してみたらどうなる。そうだね、音ゲー的なの来たね。あ、これ音ゲーだったわもともとが音ゲーだった。ただちょっとあんまりよく見てなかった。ここら辺から来てたの。あ、こっちだ。もう一回見せて、ごめんな。上に寝てるのは誰だろう。いっか先に、あ、待って、起きる可能性あるな。この音でこの人たちが起きてくれるんじゃないか。じゃあもう一回見ます。ドゥディトゥン、トゥン、テトゥテトゥトゥトゥン、トゥテン、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 やばい、次が忘れちゃった。で、あ、よしよし。ほう、あ、やっぱ起きた。ちなみに嵐の歌っていう歌ですね、これは。おはよう、朝の音楽の時間だ。この曲は朝に聴くと元気が出るね。この曲が鳴らないと起きない。何、呪いかなんかにかけられてんのおっと、寝坊だ。起こしてくれてありがとう。本当は風車が回ってたら曲が自動的になるようになってるとか、そういうこと。感謝の印としてこれをあげるよ。これで北にある川を渡ることができるはずさ。え、北にある川をまだ見てないかもしれん。何これ、剣がなんかさせるようになってる。怒り、あ、何、そういうこと。あ、この人たちが手で回してたのか。あ、なんかこれは別にオクターボの仕業ではなかったんだね下付き、あ、そういうこと。ギャーってできるんだ、技ね。下付きを習得した。上から敵に飛び降りて攻撃ができる。これか。だからなんか上に登ってもさ、意味ない地形ってあったじゃん。これで意味が出てくるんだ。あ、なるほど。攻撃した時を、攻撃した敵を踏み台にしてジャンプもできる。おお、勝手に発動してくれるのかな。なんか設計図みたいのあるな。この上が気になるよね。宝箱があってだからそれかなって感じだけど、どっからどうすればいい。まずはこう、あ、いけそう、やった、やった。知的な部分出ちゃった、組通ので、これ、あ、やっと来たよ、やっと来たよ。欲しかった、ゆみや、あ、落ちた、あ、落ちた、あ、落ちた。バカ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 、やると思いました、私今やると思いました。またもう一回、はいすいません。ゆみやを手に入れた。アイテム画面から、もうここめちゃくちゃ重要な場所じゃん。風車教えてもらってよかった。矢があれば1ビート押し込んで離すと遠い敵を攻撃できる。これでさ、あれ、弓矢ここに入るわけじゃないんだ。あ、そっかそっか、爆弾と同じ感じか。なんだろう、他にどういう武器があるんだ。うわー、やったー、嬉しい。どうしよう、こっからどうしようかな。